初めまして、秘密大学一応校長という形でやらせていただいてます。まあ本当やったら大学なんで学長なんですけど、まあまああだ名みたいな、一応校長をやらせていただいてます。理事長です。理事長ちょっとここの場所に合わへんかなみたいな感じなんですけど、一応まあメンバー紹介としまして、本来今日喋るはずであった、陽子ちゃんという、まあ、舞踏のダンスの子がいてるんですけど、この方が今日インフルエンザの影響で倒れてしまったので代わりに僕が喋りますという感じですけど、よろしくお願いします。メンバー紹介からで、その、まあ、ダンスの陽子ちゃんと、ゆうがおろっていう、まあ、バーをやさはるまみやさんと、はい、あと天津っていうパフォーマンスアート集団をやってまして、僕はポキっていう人で、まあ、この3人でちょっと、まあ、関西、主に関西で何かできることはないのかということで始めたのが、まあ、秘密大学という去年の夏ぐらいに一応企画をして、で第1回が8月から月1ぐらいでやってるんですけど、まあもともと事の発端を言えば、その舞踏の陽子ちゃんがですね、大楽座館の大ファンでして、大楽座館のワークショップを関西でできないかっていうので、まあ、僕に相談をいただいたんですよ。で、まあそこから僕もちょっとラクダの合宿とか行ったりして仲良くさせてもらったんで、まあそこから第1回の秘密大学向井桃太郎さんゲストで、資料がちっちゃいんですけど、まあこういうワークショップ、第1回はワークショップっていう形でやらせていただきました。写真一応、まあ、あらゆる学問を、まあ、カバーしていこうみたいな形で始めまして、で、まあ、まず最初に舞踏からということで、陽子ちゃんが、まあ、舞踏の方なんで、とりあえずその、まあ、ダンス系列で一発ワークショップしましょうかということで、ワークショップ中の写真とか。2日間を通して最後に
まあ、ちょっとだけ自分の作品的なものを、まあ、まあ何かテーマからそう踊るっていうので、まあ、最後に仕上げるみたいな。第3回はですね、東岳さんという、まあ、絵師でありアートディレクターでもある岳さんに来ていただいてですね、まあ、その絵の話の方なんですけど、このグラフィックデザインについて の, その裏話とか、そういうここではちょっと見えないんですけど、そういう話をこうお酒を飲みながらですね聞こうと。その舞台関係のチラシがほとんどなんで、そのまあ役者さんの話とかの裏話もありつつ、場所はこれもあの夕顔堂さんでやっております。で、出ます。大学っていうだけあってちょっと秘密な感じで、お酒も飲みながらって感じで、まあ酒を飲み明かしていろんなこと聞こうっていう企画に、これは、この中で即興で描いてもらった絵でちょっとオークションしよう、まあ上限決めてあんまり高くならないようにオークションしようっていう企画で、まあ、今そのオークション用の絵を即興で描いていただいて、そういうコーナーをいろいろ設けて
かなかないので、で第4回がこれ溺れたエビの検視報告書っていう、まあ何ていうんですかね、パンクバンド、音楽的に言ったらパンクのバンドなんですけど、まあ、こういうなんか仮面をつけたですね、集団がパンクをやるみたいなバンド。場所は南コリアの南コリア美容系のビルに入ってるギャラリーみたいな、ちょっとフリースペースみたいなところがありまして、そういうところで、その時はそのライブっていう形と、あとトークショーをどうしてこんなことになってるのかっていう、なぜエビかみたいな話から、あとはその音楽についての話。その時もあの樋口さんに、まあ、聞き役というか廃盤で出ていただいて、まあ、音楽の話と造形の話をしていただきました。いやこれは海側の人がこれ使ってくださいって、まあ、まあ去年あの8月から8月から始まりまして、9、10、11、12とスピーチやってきたんですけど、今年はもうちょっとこう見つめてどうかなということで、多分3月ぐらいに一発やろうかなと思ってまして、ゲストはまだいろいろ候補がいてるので、ちょっと検討中なんで、もここで言わないんですけど、まあ多ジャンルにわたってゆくゆくはまあ、学者さんとかそういう教授系の人を呼ぼうかなと思ってまして、なんで今それをやるのかっていう話なんですけど、あんまりその知られてないけど、まあいろんなことをやってはる人っているんで、それをまあ紹介できればいいかなと。でその人の制作とか、まあ、研究なりなんなりに役立てるきっかけにしてもらおうっていう企画なんですけど、なおかつ普通に喋ってても面白くないんで、普通に喋ってても、まあ、面白い人もいますけど、やっぱり正味な話を一応聞きたいということで、まあ、酒を飲みながら下手したらそのまま朝まで2人で飲み明かしたりとか、そういう企画になればいいかなと思ってやってます。今後の予定としましては、一応日程は決まってないんですけど、写真家の谷敦さんとか中村京さんとか、あと骨董商の万田さんとか、ね、三階塾の市原さんとかは一応オファーは出して OK をもらってるんですけど、まだちょっと日程が決まってなくてっていう感じで、ちょっと呼びたい人がいっぱいいすぎてあれなんですけど、なかなかその毎月本当はやりたいんで、いろいろ準備するのに手間がかかってしまって、であと、まあ、持ち込み企画みたいなで、例えばそのこの人呼んでほしいみたいな、そういうのがありましたら声かけていただいて、あとさんこんな面白い教授知ってますみたいな、なんかそういう感じ。僕個人としては民族学とかそっち系の人を呼びたいんですけど、まあまあそれもゆくゆくやっていこうかなと思っております。3人で、そうですね、一応
まあ、これこの人どうですかっていう話を、まあ、3人で話し合って、じゃあこれでいきましょうか。一応会議が薄暗い夕顔料で、そんな形なんですが、質問などありませんでしょうか。動画あるんですか？上げそうと思って。え、上げてみて。告知動画くれる。それ、あ、ネロちゃんが CM で上げてた。これ定期的に作っていくんですよ。僕の、そのテンツクの下っ端の方が作ってくれたんです。資料は写真2枚だけっていう。まあちょっと緩い感じで。あの、深井さんはその深井楽団の、まあ、トップの方にしてますけど、深井楽団とか見たことありますかね。あの、ぜひ見てください。めちゃくちゃ面白いです。丸赤字さんってわかります。その丸赤字さんの主催の、まあ、東京なんてなかなか大阪とか来られることがないんですけど、やっぱりその大阪にその現状的にそのお客さん入らないとか、そのダンス関係もそうですけど、やっぱり東京の方が全然なんか理解があるというか、そういう下地をちょっと何とか変わらへんかなっていう感じで。ちょっとやり出したっていうのがあるんですけど、昔はその大楽だかも本公演結構関西で毎年とかやってたんですけど、最近はめっきりやっぱりお客さん入りも悪いっていうのもあるんかなっていう。まあ、その内情といいますか、そこまでは分かんないですけど、やっぱりなんか面白いもんもっと関西でやってほしいなっていう、そんな気持ちでいろんな人を呼ぼうと思って今頑張ってます。まあ、僕個人としても、天竺としてもやってますし、もともとその職人でずっと造形をやってるんですよ。で、なんかそっち系の人もまあ呼べたらなとか、職人寄りな人も呼んだりとか、学者さんも呼んだりとか、まあ多方向で特に何っていうルールも決めずにやっていきたいな。何かを作るっていうのは僕の中では総合格闘技だと思ってるんで、なんかいろんなことをやらんとダメやし、やっぱり何か一つでっていう、もちろんそれを突き詰めていかはる人もいますし、なんかたまたまのきっかけでいろんなこと知れたら面白いかなと。とりあえずいっぺん来てみてください。飲みましょう。ちょっと大阪っぽい感じで、あんま大阪とか僕関西が好きじゃなかったんですけど、最近なんかそうでもないかな、なかなかいいとこやなと思ってます。はい、以上です。何か質問。おそらく3月下旬に、はい、難波の夕顔のうちの店で第5回目をやることになると思います。どんどんちょっと水アップします。そんな感じで、はい、とりあえず一遍してください。飲みましょう、お酒を。以上です。